始めよう。一つの旅は煉獄に終わる。しかし願おう、地獄をめぐる旅人たちが今度こそ天国へ至ることを。次はこちらです。違うな、この兵士ではない。似ているが違うな。見せてくれ。この兵士で間違いないでしょうか。ああ、ありがとう。会いたかった。これから私がすることをどうか許してほしい。
カバーして、カバー頼む。シグナルを確認。パッケージを回収する。そいつに随分ご執心のようだな。あなたもすぐにそうなるでしょう。この兵士こそが搭乗を待ちわびていた旅人、制度を踏み外した罪の担い手ですよ。君は相変わらず私的な言い回しを好むな。しかし今は付き合っている気分ではない。本題に入ろう。報告は読ませてもらっている。こいつは規制されているそうだな。ええ、その影響で今は仮死状態にあります。だがそう遠くないうちに目覚めるでしょう。そして人類に対しての脅威となる。そうはなりません。何言ったでしょう、旅人だと。この兵士には地獄の門をくぐってもらうつもりです。バカな、本気で言っているのか。部隊から連絡が途絶えてもうしばらくになる。そして我々に残されたエナジーは
一人の人間をやっと送れるかどうかというほどしかない。セクションの命運をこいつにかけようというのか。規制されたこいつに。だからこそですよ。もはやこの兵士はこちらの世界では生きられない。逆に言えば向こう側での任務にこれほどふさわしい人材はいない。違いますか？そしてもう一つ素晴らしい素質を持つ。腕を見てください。ただの腕だ。その腕は半年前に切断され失われていた。なんだと？だが再生した。規制により肉体が活性化した結果です。それだけなら問題ではない。重要なのは人間の腕として再生したこと。規制に対して驚くべき順応性を持っている証です。この兵士ならば亡者のはびこる向こうの世界に必ず適応します。1943年のフィラデルフィア計画、初めての転移実験で見えた未知の世界への希望。この兵士はそれ以来我々が求め続けてきた全てのものを手に入れることができる。我々は幾度の失敗を繰り返してきた。半年前にもな。根拠のない考えに欠けるわけにはいかない。根拠はあります。地獄に落ちた人間は遠くにあるものはよく見えるんですよ、グルーエン。またお得意の予言か。ザレ事はよせ。この提案はセクションやあなたに光をもたらす。あなたはこの兵士を今後も実験体として扱うつもりでしょう。だがそれで得られる成果など所詮微々たるもの。任務が成功すればその利益は計り知れない。停滞しがちだった研究を、いやそれどころか世界を一つにする力となりうる。セクションの合意を取ろう。何にせよ君の独断専行は目に余るものがある。今後の対応は追って指示する。それまでは決して勝手な真似はするな。勝手な真似はするなか。何も知らずに幸せな連中だ。未来は私の手で切り開く。